福岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲームを6番バッターボックスにはバレーロが入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。外、これはストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。ここもファールです。これはどうだ、三遊間抜ける、バックホームする、チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。ホークス、この場面で打席には茂木が入っています。さあチャンスが続きます。まあ繋いでいますからここでしっかり差を広げて打ちました。セカンド取った、アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。ワンアウトランナー三塁となりました。そして打席には今宮が入ります。さあ2アウトにはなりましたが追加点の欲しい場面、この場面でさらに引き離すことができれば気分的にも楽になります。いい当たり、掴んで3アウト、追加点は与えませんでした。試合を制したのはソフトバンクホークスです。